どうもどうも、ジェリンです。どうぞよろしくお願いします。太枠べってことでね、これ。最初に言わないと、どれが新しいかはね、おせ、だもそれね、君が早っていうね、これ。そうそうそう、いうことで、2枠目は、ちょっとシンバについて語り合っていこうっていうことで、まあ、今年のね、20なのこれ。20になってるこれ。おー、そうそうそう、スマイル猫、猫じゃないよって、にゃーみたいな、そうそうそう、小判ですね、小判ですってことでね、今年デビューするシンバについてちょっと語っていこうってことで、そうそう、画面から伝わるクソさは何ミリシーベルトですか、もうね、とりあえずね、もうこの臭さ、30ミリシーベルトでございますっていうね、そうそうそう、いうことで、これ、バトルパンタナル、と、リーフィーウッド、うん、まあ、父、サウスビグラスと、アドマヤマックスか。うん、の2頭について、お伝えします。お前誰だ、ジェネリンです。どうぞよろしくお願いします。ここで名前だけ覚えて帰ってねっていうね。そうそう。ジュディオンやってください。ウェンディスポリホリ編じゃ、ここないよ、そうめんないよ、みたいなね。そうそうそう。名を名乗れ。ジェネリンです。どうぞよろしくお願いします。ここで名前だけ覚えて帰ってねっていうね。そうそうそう。またダバ集めて。ダバじゃねえからって、もう重症ななってるからもうっていう。そうそうそう。早く風呂入ると入るわけないだろっていう。この家、その前っていうね。もうだから3年以上入ってないよっていう。そうそう。自然が安い、ケーズ電の続きってなんだっけ、新製品が安い、ケーズ電、来たろ、それ。なんでそこで困んねん、みたいな、むしろ。そうそうそう。いうことで、これね。うん。まずはバトルパンダなのから、これね。まぁ、ちょっと写真一個しかないんだけど、いい形になってきたよね、マジで。なんかこう、余分な肉がしっかり落ちて、これ筋肉になってきたかな、みたいな。そうそうそう。顔っていうね、顔っていう、そうそうそう。何この見るからにダバっぽい。ダバっぽい、どこがダバっぽいだこれ説明してみようみたいな、そうそうそう。ガチ実際どこがみたいな、なんなのだっていう。だから、バトル、パンダなの、父、サウスビグラス、ハチなんだっけ、ハチちょっと忘れた。うん、そうそうそう。ケツのやつは黒っていう。これなんかね、シミ。うん。汚れじゃなくてね、これね、シミなんだよ、これ。そうそうそう。アラブみたいな。どこがアラブやねん。サラブだわっていう。そうそう。開幕から、罵倒の嵐で、さすが松野さん、どういうことやんだから。罵倒、君たちな、もうちょっと、優しい気持ちでなんかね、おー、仲良くしよう、仲良く。一緒にこれなんか、上を目指していく仲間じゃないのか、これは。っていう。そうそうそう。デブ。誰デブじゃないよ。だいぶこれなんか余分な肉ね、落ちてきたよね。っていう。そうそうそう。異様に顔がちっちゃい。顔ちっちゃい、これ。うん。イメージ的にはね、まぁ、ちょっとね、全体的にちっちゃい、まぁ、ちっちゃいね、犬じゃない、ロバじゃないよっていう。なんならこれ犬とかロバとか、サラブレッドだわっていう、そうそう、詐欺。どこが詐欺やねんだから、馬の話をしてますっていう、そうそう。首短い。まぁ、短距離っぽいよね。おぉ、確かボケにヘイローのクロスが、おぉ、入ってたなっていう、確か。うん。母が持つ3、4。だから今ね、こういっていう4、5で、うん。守ってる。いわゆる、クロスが濃いボケ持ってきたサウスビラ3区。まあ一応教科書通りの決闘。そうそうそう。これは C3 かって当たり前だわって、これ。もっと上だろっていう、そうそう。レーザー治療しよう。だ別にその、ね、見た目とかそんな気にしないタイプだからね。そうそうそう。スマイルキトキトっていう。まあ、撮影キトキトね、その、かなり強いよねっていう、そうそうそう。ムチとムチっていう、アメクレオみたいな、そうそう。スマイルバトラーっていう。まあ、バトルパンタナだけにねって。まあ、名前ね、募集してますんで、よかったらコミュニティのね、お知らせ見といてくださいっていう、そうそう。CG じゃん、これもう、ね。リアルこれ。リアルだから、これ。そうそう。これ、畑仕事に誰が農耕場やねんだから。誰が農耕場やねんって、これ。サラブレッドだって、その、お前は何者だって、ゼルインです。どうぞよろしくお願いします。そこで名前だけ覚えて書いてねっていう。そうそうそう。何が農耕だ。農耕場じゃねえよっていう。そうそう。ライザップにか、ライザップってやつけて、なんで結局絞らなかんねんって。その絞りじゃ筋肉をまとわなきゃいけないんだよって。そうそうそう。ボケっとした顔だなって。まぁ、ちょっとね、なんかね、気象的にはなんか、もうなんか一人でちょこーんと立って、パワーみたいな、ちょこって走るような、サウスビグラスって割と、ゆるさがあるんだけど、この時期だと。うん。そういうのがないって言ってた。うん。だからちょっと楽しいみたいな。そうそうそう。グラムいくら。まあ、とりあえず100グラム300。ほらーこれ。また食おうとしてるやつがいるみたいな、これ。そうそう。足元に限りがない。合成。合成じゃないよ、だからこれ。でも合成っぽい、これ。もう相当合成っぽいみたいな。そうそうそう。とりあえず100グラムって、だから切り売りしませんよ、みたいな。そうそう。サウグスビラ3区216万で落札できるんだね。そう。だから、結構ね、馬鹿はまあ、あんまない方だから、まあ、ない方の牝馬だから、まあ、安いのはわかるんだけど、でもね、いいと思う。まあ、ただちょっと買った時って結構、まあ、いわゆる極まあ、いわゆるちょっと膨らませてる感じ、かなり太らせた状態で売ってたから、それ極抜きしたらね、まあ、これぐらいになったっていうので、ちょっと若干、まあ、今430キロぐらい。うん。そうそうそう。だ、ちょっとそこは、どうかなっていうのはあるんだけど、まあ、でもね、血統はいいから、うん、スマイルピンフっていう、うん、ピンフのみみたいなね、そうそうそう。デビューも勝てて、スライド終わるたばだ。なんでもうな、君ほんと残念、マジで。
おう、君、な、まだ走ってもない、デビューしてもない馬に対してね、これなんか、はい、デビューも勝てず終わりっていう、なんかそう、ネガティブなことしか考えない君の人生大丈夫みたいな。おう、俺もう心配だ、マジで。そうそうそう。どこだ、城主ってもか、城主って何、うん、牧場主どうなんだろうね。結構潰れてるとこも多いから、まあ、ここ高島藩名門だからね、そうそう。隣の人は付属品っていう、付属品じゃない、これ。これは、あのね、高橋ファームの、次男さんかな、一番その、まあ、現場の責任者みたいなね、そうそうそう、名を名乗れて、さっき言ったらジェリーネ、どうぞよろしくしますことで名前だけ覚えて帰ってねっていうね、そうそうそう、その場デビュー、その場デビュー、うん、あの、これは、あの、渡せ旧社です。はい。スマイルアラブって、アラブじゃサラブだっていう、そうそう、サウスタネス系100なんだろうって、そう、それぐらいね、うん、だから、まあ、お買い得、スマイルコンビ、勝手に食うなったから、そうそう、スマイルオーライっていう、だあの、ここに書くんじゃなくて、あの、できればコミュニティの方ね、そうそうそう、耳は作り物じゃねえよ、だからこれ、すべて、あの、なんだろう、生身の、あの、生き物ですっていう、そうそうそう、ダンシングオールナイト、もはやスマイルがね、みたいな、そうそうそう、早めにシンバ買って認定勝てば、ディープサンクも夢じゃないよなっていう、どういうこと？どういうことみたいな。そうそう。まあだから、あの、どんどんね、やっぱね、こういう、まあ、許さないっていうのは、プラスかなっていうね。そうそうそう。ニコ生でセール放送あるけど、100でも売れない馬多い。いや、全然あるよ。うん。でも今、確かにニコ生でやってる方ってあれじゃなかったっけ？繁殖品馬？そうそう。あれは結構厳しいよ。そうそう。どこに入るの？園田。うん、園田の、渡せ厩舎に入ります。そうそうそう。一頭まで太らせて番営行こうって。だから種類が違うっていう、これ。種類が違うっていう、そうそう。スマイル詐欺だ。詐欺、何を詐欺ったんやっていう、そうそう。バランス的は良いけど、実は見ると、ちっちゃってことあるからね。まあ、そのタイプに近いかなと思って、俺も実は見てきたけど、まあ、ちょっとね、まあ、ちっちゃい。でも、まあ、値段相応かなっていうところはあるから、まあ、そこは、まあ、やむを得ないってところ。まあ、血統に期待。血統は間違いないから、これ。うん。去年のビグラスよりも、マーケット的には本当に自信あるから。おう、そうそうそう。安い馬買ったのか。まあ、安い馬じゃないとダメなんだよ、むしろ。長く続ける上ではね。もちろん、金が馬の方があれば、それは高い馬どんどん買ったらいいんだけど、ないんですから、そこは制限がありますから、その中で買うとしたら、もう、安い馬で走りそうなのを狙うしかないっていう。良い犬、馬ですっていうね、そうそう。学ぶ川原さん乗せられるのかっていう。まあ、その縁があればねっていう。誰だこれはっていう。どっちよ、みたいな。これ、馬ですよっていう。クルーズから来ました。どうも、クルーさんと東京を取ったっけみたいなね。そうそうそう。何とめっていう。何とめだもん、これ。ちょっとわかんない。もう、そうそう、10頭行くんじゃないかっていう、そうそう、楽天の軽装馬オークション安いと50万とかだし、でもね、最後の値段は結構上がるよ、やっぱり。うん。だから、ほんとボロボロの馬じゃないとね、みたいな。もう、ラミちゃんぐらい走ったらすごそうだろうな。まあ、ラミちゃん300万だからね。でも、ラミちゃんね、やっぱり、ね、でかかった。もう、俺が言うところの形で言うと、ちょっとね、違うんだよ。まあ、だから、その好みで言うとね、まあ、この別に否定するわけじゃない。ちょっと、好みで言うと、次の方の馬が、俺の、なんて言うんだろう、理想の形をしているっていう、のはある。まあ、これでも形どんどん変わってくるからね。だから、この馬を買った時から変わってきたから、まあ、買った時はね、そう、よかった。まあ、そういう言い方するとあれなんだけど、ちょっとこれ戻そうか。バト、これ買った時ね、いい形してたんだけど、まあまあ、これ取り方もあるから、まあ、なんとも言えないけど、ちょっとね、やっぱりね、しぼんだ感じするんだよな。買った時よかった。これ見てみろ。まあ、これ、いいよな、これ。これ見て買ったんだよ、マジで。そうそうそう。ああ、いい形してるわ、みたいな、マジで。ただ、これはちょっとね、いわゆる、あえて太らせて、見栄え良くして、まあ、コンサイナーの力だよね、これ。うん。で、今ちょっと絞ったら、なんだ。おう、ちょっと、あれっていう。まあまあでも、まあまあ、血統いいし、みたいな。おう、毛並み。まあまあ、これ夏、サマーセールだからね。そうそうそう。おう、松の理想はだ、みたいな。どういうことやんだから。で、俺も結構ね、馬主として、まあ、歴ありますからって。安くても高くても1ヶ月にかかる経費は一緒や。一緒。ただ、一緒だけども、その1回に1000万、2000万かけてしまって、それがダメだった時、どうするよ、みたいな。全然あるから、そのパターンも。そうそうそう。これ1歳って。これはね、1歳の時。うん。さっき最初見た時はもう、今、今年明けの2歳。そうそうそう。状態から黒いシミが出る。いや、黒いシミあるんだけどね、ここに。ここにもあるんだけど、うん。これ見て、ああ、いいなぁと思ってね、これは安い買い物だったと思ったんだけど、まぁ、ちょっとその後、国抜きしたらね、まぁ、まぁまぁ、でもこんなもんかなって、まぁ、ここからで全然また変わってくるから、そうそうそう。太らせて美味しくいただくの、なんで食うねんだから、これ。デビューさせて走るんだわって、そうそうそう。目が怖いって、いや、それはね、競争馬としていいんじゃないですかっていう、そうそうそう。で、これが、まぁ、こう来て、こう来て、まあ、取り方だと思うけどね、ちょっと冬毛もあるし、
そうそうそう。だから、これはまたね、ちょっと多分足こっち手前に出して、もっと首寝てくれば、俺のなんか好きな形だみたいな。そうそうそう。悪化した。今、いや、悪化というか、なんて言うんだろう、これ冬毛うん、この時期だからねっていう、そうそう、根性焼きから、なんか元々持ってるシミうん、ブチコみたいなもんだ、ブチコ。そうそうそう。スプレーで塗ってれば気づかないな。別にいいんだよ、だからこのままでっていう、そうそう。ケツについてる番号何値引きしんだね。誰が半額シール貼られましたみたいな、これな、争奪戦みたいな、そうそうそう。てか、毛色かわいすぎ。いや、毛色、まあ、カメラもね、あるから、妊娠じゃないよ、これだから。まあ、でもかなりシェイプアップした感じっていう、そうそう。ひさらかってんの、なんでやりたい、ガングロですかみたいな、そうそう。そう、オスなのメスですっていう、うん、芝居いっぱいやりまくってスピードスケをダビスタかよみたいな、これ、リアルダビスタだわっていう、そうそう、デビューは遅めな感じ。いや、早いと思う。うん。許さないから、そうそうそう、スマイルブチコって言うと思った、マジで。でもあり得るよねっていう、そうそう。別の間にすり替えたんじゃない。いや、別の間ではないと思う。このね、もう何はともあれ、このブチ模様みたいな、そうそうそう。ね、地方は500万とか出すより、その金で外給で鍛えた方が良いレベル。そうと君よくわかってる。だから俺は、むしろ、だ育成に200万ぐらいかかるんだよ、結局。高島も言えると。デビューまでに。うん。だそっちの方が全然いいかな、みたいなのを。馬が違い。じゃあ、一緒だわ、だから、そうそう。肝臓悪いから色変わったのって。なんで、そのなんか、飲みすぎで肝機能がちょっと衰えたおっさんみたいなね。これ馬だからっていう、そうそうそう。青く塗ればって、青く塗れば何みたいな。これ、どう、なんか早くなるかみたいな競争能力あるっていう、当たり前だろっていう、今鍛えてるところ反応で。うん。この黒いところが分裂して、なんか、使徒が、第三使徒登場みたいな、これ。そうそうそう。スマイルブチコ、スマイルロスっていうね。まあ、いいんだけど、ここに書くんじゃなくてね、コミュニティの方へっていう、サウス頻波でもっとでかい方が良い。その通り。まあ、サウスはでかい方が良い。ただ、でかいのは高いんだよ。だからそこは、ちょっとね、やっぱ今後、血統の部分も、だからもう一頭の方を見せるのは、やっぱね、ちょっとやっぱそのサウスビグラスとかもど真ん中はやっぱいいんだけど、高くなるから、まあ、ちょっとやっぱ外して狙わなきゃね、みたいな。そうそうそう。待つのはいつ冬毛入るのって、もう待ってますよっていう、これ。冬毛まだみたいな、これ。そうそう。その黒い部分にムチを連打するのか、連打はしないけど、まあまあ、その辺に、こう、入るかもしらんねっていう。そうそうそう。クルーズから来ました。今日クルーズ来たってだから。今日クルーズ来たってね、ありがとうってことで。そうそうそう。はよ、ブリンカーと面子つけようで。だから、まだね、順地中。レース出る前だから、ブリンカーつけてどうするの？トレセン入ってる。トレセンとか、高橋ファーム？うん。で、今、順次してもらってますよ。シャドウローンつけて、だから、そのなんか、アクセサリーじゃないからねっていう。うん、そうそう。楽天オークションで買うと、セレで買うと、そっちお得。お得だけで言う？楽天。うん、間違いなく。だってもうデビューしてて、競争能力あるの分かってんだもん。うん。まあ、それでも中古で、まあ、俺、クソ外れ引いたけどね、昔。だから、それは、リスクはあるけども、まあでも、ね、このシンバだと逆にデビューできるかもう分からないレベルで買うから。うん。だから、そう考えると、まあ、中古の方が、リスクは少ないですよ。うん。メンコに、何これ、これなんか、スって、まあ、スーなのこれ。を入れようっていう。あのね、メンコはね、地方自由に作れるから、そこは、まあ、ただね、弱いマンつけてもねってなるから、まあ、そこはちょっとね、考えて作っていこうみたいな、そうそうそう。二歳戦の初期のうち稼いだけ稼ぐ作戦。それはね、全然ありな作戦。てか、それ全体は、なかなかこう、プラスに転じる方ないかな、みたいな。ただまあ、やっぱり、安い馬で、林馬を、こうね、もう我慢して買い続けるのが大事かなっていうのは、思ってるよっていう。地方馬いない地方から走らなくなるパターンは、そのパターン、特にダメジャーはバンバン鍛えないとすぐしもむっていうね。だからそこやっぱあるのかなっていう。そうそうそう。なんで結構ちゃんと考えてやんなきゃいけないって。フリオースとかどうって。フリオースねいいと思うけど、ちょっとね今回まあピックアップも入れたんだけど、まあ変えた前になかったっていう。全然ありだと思う。やっぱブランタイムとかやっぱ持ってるだけでパワー違うからね。うん、そうそう。馬は血で走るブラッドスポーツやからな。そう、俺はまあ馬体はねやっぱ先生方に見てもらって、血統は俺たちでしっかり議論して選ぶっていうところで、やっぱメジャーところ分かる。サウスビューラー走るの分かるし、パイロ走るの分かると。でもそこ狙ってしまったら、いや勝てないから、うん、勝てないからというか、もうお金が足らなくなっちゃうから、うん。だから、もちろん稼ぐよ。俺も頑張って働いて稼ぐけど、やっぱり、もうちょっと下のクラスを狙って、それで、まあ、走る馬を狙っていこう、みたいな。そうそうそう。待つのなんだよ、みたいな。そうそう。スマイル、イスマスっていう。だから、ここじゃなくてコミュニティエっていうね。マイネルの何がカスタ、カスタって言ってないけど、いや、でも、俺もね、楽天オークションはね、一応見てるよ。見てはいる。うん、ただ、100何個超えてくれる、来ると、どうかなみたいな。距離的線400、800、どんなレースだよみたいな。800ギリあるけどっていう。まあまあ、専用はね、なんとかこなせるかなっていう。そうそう。スマイル、マイネルっていう。まあ、スマイネル軍団ですね、みたいな。そうそうそう。要素高かったな。そう、高いんだよね。高いとなんか意味ないなっていう。そうそう。でも、サウスさんは鍛えれば鍛えるだけ良いタイプ。あ、そうなんだ。うん。
まあやっぱサウスは、まあ血統的に言うとね、やっぱボケがちょっとね、強いクロスを持っているっていうところはまあ原則だから、まあそれ狙っていってっていう感じなんだけど、まあそのダムキャリアやっぱ二人好き。ここ結構大事だなっていう、そうそうそう。プロバイドは2歳の時に買いたいってオファーあったっていう、買いたいってオファー俺にない。ないっていうかまあ、まあ俺のこと知ってる人がそもそもいないからみたいな感じだと思うけど、まあでも、高橋ファームでも絶賛されてた、やっぱり。動きがいい、背中がいいって。うん。でも安かったけどね、120万。今まで一番安い、圧倒的に。そうそうそう。でも、どこまで読んだっけ、コマセールで買うの、基本的にはそう、セリで買う。まあ、昔、宮崎ばっかりで買ったけど、もう、全然ダメだったから。うん、そうそう。松野破産する前に、ロバカ、シマウマを食べちゃう。だからね、登録できないから。血統登録できないからっていう、そうそうそう。ディープ買ってくれたから、ディープいくらすんだよ。最低でも3000万以上。そうそう。2010年夏からスクリーンヒーローをしてるけど、フリオスさんこれから来ると、マジで。うん。フリオスね、俺もありだと思うよ。ただもうどういう配合持ってこいみたいな、ブラインドタイムだから、まあパワーあるとして、模型にまあ普通で行くんだったら3年も持ってんだっけ。じゃあ普通にミスプロでもちょっと軽すぎるよな、みたいな。どういう組み合わせかな、でも重すぎる感じにしちゃっても、まあスピード出ないしね、みたいな。考えなきゃねっていう。まあ意外になんかスペシャル系、要は、なんだっけ、ヌレイフとか、サドラとか持ってきて、ちょっと重すぎるかもしんないけど、まあ、狙ってみるのもありかな、みたいなのを思ってるけどね。笑顔を見せてっていう、もう登録済みみたいなね、それ、そうそうそう。パンチ社長とも。で、どうもってことで、ね、今日はちょっと新番情報やってますっていう。120万は僕らの120円ぐらいの感覚かっていう。120万、120万だよ、だから。もうだ、そこは、金がね、うなることあれば、別にもうね、なんとかってもいいや、みたいな。まあ、しげる軍団みたいになるかもしれないけど、こっちとら普通の庶民だからね、今の時点では。もちろん上目指してるけど、だ、まあ、現段階ではまだまだ道半ばみたいなね。富士山で言ったらもう 0.1 合目みたいな。だ、こっから登る上でも、今、ただ、この状態で馬持ってなければ、当然資産増えないから。やるしかないんだよ。買うしかないんだよっていう。総水生で見たけど、身長3メートル超えてねえよ、だから。俺も見たことは、この写真も載ってるから、よかったら見ててっていう。昔撮った。競りできてる総水をね、遠目から撮ったみたいなね。そうそうそう。130、上から2番目どうですかって。上から2番目おう。どれみたいな。おう、あ、そうかそうか。もう一頭ね、もう一頭いますってことで。まあ、この馬ですよっていうことと、もう一頭ね。うん。どれだこっちか。うん、あ、そうかそうか。これがちょっと変えないと。バトルパンタになるから。で、飯田厩舎なんですけども、これがね、最初買った時ね、ほんとね、対抗、みんなね、なんだっけ。ロバじゃない。ポニーか。ポニーでね、検索して見切ってほしいんだけど、ポニーって何かっていうと、ポニーってね、種別ってないんだよ。うん。対抗、背中のこの位置が147センチからだとポニーなんだけど、まさにこいつ、買った時、147センチ。だからポニーだった。買った時は。ただ、どんどん体が良くなってくれる、マジで。太いだろ、これ。な、丈夫一番だよ、これ。元気に勝つ、これ、全部。そうそうそう。まあ、ローンっていうか、だから、まあ、俺の場合だと、お金をちょっとお借りすることはあるから、お借りして、で、それで、こう、まあ、そっちはもう分割だよな。うん。で、まあ、元気、市場には、北海道市場には元気に勝つで収めるっていう、そうそうそう。マレーグマっていう、まあ、馬だわって、サラブレッドだって、誰が濃厚馬やねんって、これ、そうそう、ジャパンを見せる。だから、もうちょっと華奢かな。ここにも写真あるけど、もうちょい華奢だね。まあ、トレーニングセールっていうのもあるけども。でもね、色とか、模様を似てるっていう、ただ体格がねもうなんかなんて言うんだろうドラム缶みたいな体、マジで、万栄まあ万栄とは言わないまでもかなりね筋肉量は豊富、そうそうそう、総帥はミミクの下馬でしょ、まあどうかわかんない、まあ総帥とはもちろんねあっちは芝馬だから、俺こっちダート馬なんで、まあそれちょっとまあカテゴリーが違うみたいな、そうそうそう、最終的に万栄に第一行かないようだから、サラブレッドだからって、こっちはそうそう、こっちは買った時さっき言ったポニーだったんだけど、どんどんでかくなってんだよ、マジで。もともと買った時は、さっきの1頭目の方が、まあ、バトルパンタナの方が大きかったんだけど、今ね、体重も大きさでこっちが逆転してる、マジで。これ今ね、438。毎月毎月その高橋ファンが来る体重がどんどん増えてくんだよ、マジで。これね、来てる、マジで。うん。チチャルマヤマックス。で、ニジンスキー持ってたっけちょっと忘れたけど、これマジでいいと思うって、これ足太いのが良く出ればいいけど、悪く出るとすごいタイム出すぞ、悪いみたいな。まあそうね、パワーだけでスピードゼロみたいなね。それは分かってる。ただ、血統的に言うと、あるからスピード。やれると思ってる、マジで。そうそうそう。掲示板でこの馬には、スマイルディアブル、フランス語で怖くまって応募しました。ありがとうってことでね。そうそうそう。それなんか、由来的なところね、その辺も書いてくれると、思いもね、書いてくれると嬉しいな、みたいな。そうそう。アドマイアマックスはこういう感じだと思って。うん。だから、ね、俺もそう思った。アドマイアマックスで走ってるパターンとかそういうのも考えて、一応これ、ハーチマズルだっけ?ハーチマズルだっけ?その辺もね、相性も考えて、悪くない、全然。
ちょっとこれ、血統含めた後で見たいんだけど、かなり形が良くなってきてる、これ。おう、マジで。もう最初のポニーどうしよう。しかも、飯田先生もまさか落とせないだろうと思って、そのなんだろう、予定価格300万のところ、まあ、とりあえず150って言ったら、おう、一人だけみたいな。おう、誰も釣りませんでしたね。で、買えちゃったみたいなね。そうそうそう。おう、おいくら前、150。うん。俺どこで拾ってきた？拾ってきたんじゃない？セリだよ、セリ。オータムセール。おう、ゲットがヨーロピアン。どうなんだろう、見てみようか。おう、リーフィーウッド。うん。見てみよう。そうそうそう。ブランタイム入ってて。いや、ブランタイム入ってなかったと思う、確か。おう、ブランタイム入ってなかったと思うけど、そうそうそう。バクシオンみたい。バクシオン入ってなかった。そのね、バクシオンのプリンスリーグとか入っちゃうと、やっぱり緩く出ちゃうんだよ、豊か子で。そうそうそう。誰も入札しなかったっていうね。まあ、ちょっとね、オータム戦の流れ的にあんま良くなかったみたい。おう、一応こんな感じ。そう、ミスプロ持ってるから、これあれ、ちょっと待って、バックパサー入ってるよね。これ結構ポイントだった。おう、バックパサー、そうそうそう。そう、アストマちゃん、新人、そうそうそう。みんな走らないと思ったこと。でもね、それもね、っていうのは、だってプロバイダーって120万だから。うん、そこそこ、そうそうそう。てか100万でも買えたんじゃねっていう。場合によってはね、ま、さすがにその入札受け付けないかもしれないけど、そうそうそう。こんな300万で売れるわけねえだろうっていう。まあ、でもね、まあ、その辺多分対抗とか、まあ、あばよくばみたいなのあったかもしれないけどね。おう、ウッドマンってこれ、ニシンスキー持ってなかったっけ？あれ気のせいかな。まあ、バックパサー持ってるよねっていう。おう、この辺。これポイントね。これポイント。ないか。おう。で、まあ、ミスプロ持ちの、おう、サンデー。おう。で、ノーザンテイストみたいな。おう。まあ、そんなに、ね、派手な血統じゃないんだけど、そうそうそう。おう、ネーバー、ピットカーンの地下っていう。ね、そうそう、ピットカーン持ってますよ。お兄弟中央で2勝してるから、もしかしたら、そう、あると思ってます。マジで。おう、ウッドマン超早熟血統。あ、そうなんだ。うん。ウッドマンを持ちつつマズル母父っていうところなんだけど、まあ、俺どこポイント選んだんだっけ、ちょっと忘れてしまった。おう、なんかね、アドマイマックスで走ってるパティーンで見たら、ウッドマン持ちがね、結構あったんだよ。おう、そうそうそう。で、まあ、クロスもね、そんな濃い目じゃないから、まあ、成長力にも期待みたいな、そういったとこもあるんだけど、まあ、ウッドマンがどう出るかみたいなね、そうそう、兄弟も悪くない。うん、だから、兄弟悪くないし、まあ、ちょっとね、ポニーなんだけど、対抗は、おう、まあ、体つきすごくいくて、全然悪いとこもないみたいな、おう、ホワイトマザーのダンシングウェーブ、そうそうそう、その相性、うん、アドマイマックスの相性も悪くないみたいな、おう、まあ、サンデー、ノーザンテイストに、まあ、うん、ダンシングブレイブ。まあ、パワーはあるよねっていう。うん、で、そこにウッドマンのね、このミスプロが入って、まあ、スピードみたいな感じかなっていう。うん、そうそう、もしかしたら芝向きかもっていう。ね、そう、芝療養やれるんだったらそっちもやりたいよねっていう。ただ、今、現時点で、高島から特別ね、芝っていう感じのね、キーワード来てないから、まあ、こんなもんかなみたいな。そうそうそう。8はどうだ ?8 はどうだ ?8 ってな、どの話だよって、これ、8って。何の話だよみたいな。そうそうそう。まあ、いうことで、これ、ね、血統的に、あれ、俺なんでこれ良かったんだっけな。なんかね、すごい良かったんだけど、そうそうそう、ちょっと待って、俺、なんかリストね、毎回作ってるんだよ、これ。まあ今年もね、まあ、もし、まあちょっとこの馬たちの活躍したいにもよるんだけど、やっぱ今年も買おうぜってなった場合はよ、うん。あと、星馬が当たったりとかね、そうそう、兄弟見てみようか。おう、兄弟は、こんな感じ。おう、見たことあるのね。オーケンウッド、グランデスボスケ、ケンブリッジ、クライスマイル。あ、クライスマイルでこれ。どっちやねん。泣く、笑うみたいな。おう、スズヨローズ、ラテールローブ、なんか、こんな感じ。うん。どうよ、これ。そうそうそう。ブラックタイプのが見やすいけどね。おう、とりあえず、丈夫なのが一番欲しいね。そうそう、丈夫であればね、なんとかなるよっていう。そうそう。あの足の太さで芝走ったら重傷レベルだなっていう。まあね、これ。おう、そら、そこまで贅沢に思ってないけど、まあ、とりあえずね、砂かけ上がる、おう、力が欲しいっていう。おう、兄弟のクライスマイル、レパーズセクチュー、あ、そうなんだ。おう、まあ、とりあえずダート向きっていう。おう、走るなら教えると。教えてるよって、これ、ツイッター見といてっていう。そうそう。兄弟スマイル軍団なんか、まあね、ちょっと買ってるだから、うん、そうそう、兄弟が、誰がダバゾルだよ、だから、レパードステークス2着あるって言ってるだろうっていう、そうそう、お前誰出るんですぞ、と、よろしくしますって名前だけ覚えて帰ってねっていうね、そうそうそう、クライスマイルって結構有名だぞって、あ、そうなんだ、うん。ね、みんなが知ってんだったらっていう、そうそうそう。丈夫ですこと走るやつな、サバで4歳まで未勝利ってのじゃああかんっていう。まあそれね、うちの55ですかみたいな、そうそう。マレーグマって、だからサラベットだわっていう、これ、そうそう。一口馬主100円で買うわって、一口100円だったらこれ、なんか400口でも4万しかならんじゃないかっていう、そうそう。やっぱお馬さんは大切そう。やっぱりね、もうね、使えてなんぼだから健康ね、無事これ名馬と申しまして、やっぱそういうところがしっかりないとっていう。だからこういう節々ね、太いやつ。まあちょっとね、だからスピードにはかけるかもしれないけど、やっぱ丈夫でしっかり走ってくれるっていう、これはやんないけど、マジでっていうね、そうそうそう。だ、自信はある。
で、これで成長もどんどんしてるから、しかも気候まだ全然抜けてないしね。で、この形は、まあ、これたまたまそういう体制だったかもしれないけど、これで飯田先生も好きなタイプ、まあ、友高で、ね、これ友張り出してて、しかもこれ前から見たらもっとドラム缶みたいな感じだから、そうそうそう。こういうのね、いい。うん。いい感じで成長してるよねっていう、そうそうそう。これは、レバンナとどっちが強いって別なの、K1 じゃないんでね、そうそうそう。何月から2歳戦って、2歳戦多分ね、園田だとちょっと一番遅いんだよ、多分7月ぐらいかな、6月7月っていう、C さんのさん、一番下やんけっていう、一番下やんけってこれ、ご飯たくさん食べる子がいいって。まあ、この子もね、だからご飯、たくさん食べてるのかなっていうね。でもまあ、順調に今んとこ来てって、これからピッチ上げてきますっていう、そうそう。顔がでかい。顔でかいか、これ。うん。まあ、バランスだと思う。ちっちゃいんだよ、だからそもそも、対抗が。うん。気候って何？気候って何？この部分。この部分。うん。この部分がね、ポコーってね、抜けるっていうんだけど、気候抜けると成長が、まあ、仕切ったなっていう感じなんだけど、これ聞くね、なだらかでしょ？うん。こういう状態でまだまだ成長するねっていう。うん。気候、それはチンポの方なっていう。そうそうそう。ぶっちゃけ走る前から大きくなったら走るけど、このまま低かったらダバってわかる馬っていう。だから気候抜けてないから大きくなるよねっていう。そうそうそう。持ち前ホースキャンみたいに連動させるって。連動させてもね、手当て半額になったりとかして、結局そんなうまくいくようになってないんだよ。うん。あとは、やっぱり、な、君らもそうだと思うけど、馬だ、やっぱり好きだろって大事にしたいだろっていう、もちろんお金も大事だし、お金なかったらもう死んじゃうけど、ただギリギリまではね、ちゃんとやっぱ馬優先すぎじゃないけどやっていきたいと思うから、うん、まあそれかね、まあ現役続けられるようなどうしたらいいんだろうということだけをまず考えていこう、大最優先ね、そうそうそう、大事にしか、そうそう、とりあえずグラムでこらーって言うだからこれ食おうとするんじゃないよっていう、そうそうそう、馬とお金どっちが好きっていう、逆に聞こう、お金ってあるだけだと数字。おう、使ってなんぼだと思ってる。使って初めて輝けます。それはお金だよ。おう、俺はだから馬にお金を使いたいっていう。おう、そうかなっていう。そうそうそう。フロントの足バネの義足にしたらっていう。なんでわざわざそのなんか義足じゃん。生えてるうちそれ普通に使ったらいいじゃんって。おう、これどうですって。これどうです。どれのボタンもポイントやねんみたいな。そうそう。また足元に影がないっていう。もうそれはなんかそういう天気なんじゃないかなっていう。まあ、日が照ってないみたいな。そうそうそう。それにしても見れば見るほど足短いなって。それは分かってる。おう、それは分かってた。もう対抗がポニーだから。そうそうそう。大事なブランドですね。負けないこと、逃げ出さないこと、投げ出さないこと、信じ抜くことみたいなね、その通りだよ、マジで。おー、頑張れよっていう、そうそう。かけすら話せない名馬っていう。まあ、どうなるかわかりません。まあ、デビュー前だから。まずはデビューできるところ、脳系クリアするところからスタートだからね。そうそうそう。それが一番大事っていうね。そうそうそう。大事っていうね。うん。あと30センチ首が長いといいね。まあ、首はね、これぐらい短い方がいいよ。小回りだから。地方はね。そうそうそう。眠いでこの放送終わったら寝ますね。おやすみってことでね。そうそうそう。ダバット代表の55の、ん？昔の写真と比べたらどうなんて黙る。まあ、55はね、もう、この半分しか多分ね、厚さがないみたいな。うん。あれはもう見た瞬間買ってはダメなんだよ。だからそれは学習してるから。大丈夫っていう、そうそう。次の馬券一応。一応ね、馬券配信ね、一応日曜の、まあ、JRA メインはやってこうかなと思ってる。やっぱそれはね、まあ、一応、馬配信、競馬配信者として、やっぱそこを抑えないとねっていうのもあるから、だから、パケットとのもう勝負だと思ってる。おう、ちょっと調子乗って3時間配信やっちゃったから、あの辺の消費と、まあ、ちょっと月末の X ビデオの分と考えると、まあ、そのバランスかなと思ってるから、まあ、なんとかね、やれるうちはやっていきたいなと思ってるから、そこはね、ちょっとみんなも、まあ、新馬の話とかしながら、まあ、馬券も買いながらってとこで、ね、いつか俺たち絶対この JRA言ってやるんだという気持ちでね、やっぱ馬券も買うとやっぱね、気持ちの入り方も違うから、おう、だから買う側から買われるからね、おう、なんていうのかな、そのいわゆるパドックの内側へ、おう、また一緒に行こうぜって一回ね、プロバイトでもちろん行ったんだけど、それはあくまでも一時免許だから、うん。地方マルチとして各地で行ってる。お各地じゃなくて、せめてマルチとか。おもしくは、なんか、やっぱり中央のマルチとして、まあみんなで考えたその勝負服を着て行くんだよ。おだその日まで俺はまあ配信続けるし、その時まで、やっぱりもう一緒に勝ちついてでも。おまあどうせ俺の人生なんてもうこの競馬で全て捧げたんだよ。もう全身全霊。お全財産。もう、命も人生も全て競馬に捧げてる。おうだからもうやりきるんだったら絶対 JRA までやってやると。おういうことで、まあ、あと行くんですか？はい。やってますんで、それはもう、すべて、こうやって、まあ、配信に記録していきます。というか、まあ、記録してますんでね、YouTube の、なんだろう、チャンネルか、わかんないけど、うん、まあ、決まったら見といてください。はい、そうそう。なんで、まあ、もう子供とか使えないの？相手がね、片つむりじゃないから、おうなんか自己受精みたいな、できないからっていう、そうそうそう。なので、まあ、確かに人生すべて競馬にかけてしまったから、嫁さんも逃げて、まあ逃げたというか、まあ、いないし、もう、バツイチだし、人並みの幸せって、まあ、幸せってなんだっけって話にはなるけどね。おないけども、ただ、俺にも、その普通の人には味わえないレベルの幸せがあるかもしれない。うん。とは思ってる。お
嫁がサイレンスするかって、死んどるがなったから、そうそうそう。だから、そこは、別にいいよ、その、あるもの、ないもの、ありますね、と、なるほどねって、そうそうそう。だからもうすべて俺は馬に捧げる人生、それを自分で選んだと。だから、そのために一生懸命働くし、一生懸命馬やると。だその姿をこの配信でお届けしていると。だから、その、まあ、姿を見てね、まあ、笑いたいやつは笑えばいいと。ただ、一緒に、ステージ JRA 行こうぜと。それを目標に頑張ってます。